はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では以前ハードディスクから SSD へクローンコピーを行う手順というものをご紹介しました。この時新しく用意した SSD が元のハードディスクよりも大きい容量を使っている場合に起きてしまう現象がありまして、それが見割り当て領域というものになります。この見割り当て領域を使えるように準備してあげないと新しい SSD の容量を全て利用することができません。なので今回ですね、このクローンコピーを行った後に見割り当て領域を全て利用できるようにする手順についてご紹介していきます。では早速ですが説明の方をしていくんですが、まず前提のお話として、今回クローンコピーを行う元のハードディスクの容量が 60GB のもの、そして新しくクローンコピーをする対象の SSD というものが 120GB のものと仮定します。そしてここで 60GB のハードディスクから 120GB の SSD へクローンコピーを行った後の状態がこの今の現在の設定となります。そうするとパソコン上でどのように認識されているかというと、このように C ドライブの容量と全く同じものがこのローカルディスク E として認識されていることがわかります。この状態ですと新しく買った SSD の 120GB 全てを使い切れてないことがわかります。この画面ですと少し分かりづらいので、ディスク管理を出して実際に確認の方をしていきます。ディスク管理を見るにはスタートボタンを右クリック押していただいて、ディスクの管理をクリックします。そしてこれがディスク管理の画面となりまして、画面下半分ですね、ディスク0、それからディスク1と2つあります。もともとクローンコピーの元となるこのハードディスクの方がディスク0となります。これが 60GB、 そして新しくコピーした先の SSD が 120GB、 左側には 60GB、 120GB とそれぞれ全体の容量が表示されているんですが、ただしコピーした先の SSD は 60GB 分しかこの PC 上で表示されていません。残りの 60GB はどうなっているかというと、この画面でも分かるように見割り当てというところで 60GB という表記があります。この見割り当て領域の状態ですと、こちらにですねデータを保存することができずにうまく使うことができません。なのでこの見割り当て領域を使えるようにしていきます。そしてこの見割り当て領域を使えるようにしていくんですが、専用のソフトを使った方が分かりやすく簡単なので、今回ですねこのパーティションアシスタントスタンダードというソフトを使って説明の方をしていきます。まずですね、こちらのソフトをインストールしていく必要があるので、動画概要欄の方からまずこちらの公式ページの方にアクセスしてください。公式ページを開いたら画面上の部分にいくつかメニューがあるんですが、この中のダウンロードの項目をクリックします。そして次の画面下の方にスクロールすると、左側にですね青梅パーティションアシスタントスタンダードの項目ありますので、こちらの無料ダウンロードをクリックします。ダウンロードが終わったらインストールの方をしていきます。この時ユーザーアカウント制御が出てきた場合ははいの方をクリックします。そしてセットアップ画面出ますので、まず最初に言語の選択ですが日本語になっていることを確認して OK ボタンを押します。次の画面ではスタンダード版とプロ版の比較の表があるんですが、今回はスタンダード版で利用していくので、この画面左下側にあるスキップのボタンをクリックします。そして今すぐインストールをクリックします。インストール完了後今すぐ体験と表示されるので、こちらのボタンをクリックします。そして起動後一番最初に Windows 11更新チェックツール出てくるんですが、今回こちら関係ないので右上の×ボタンで閉じます。続いてこのアシスタントスタンダード版から見割り当て領域を利用できるようにしていきます。パーティションアシスタントスタンダードの画面中央部分より下ですね、ディスク0、ディスク1と2つの項目があります。これは先ほどディスクの管理の画面で見たこのディスク0、1の項目と全く同じものになっていまして、ディスク0の方がコピー元となるハードディスク、そしてディスク1というのが新しく用意した SSD でクローンコピーした先のものになります。そしてこのクローンコピーした先のディスク1の方がこの容量が多いにもかかわらず利用できていない項目ですね、見割り当て領域ができてしまっている状態なので、パソコン上でもまだ同じ容量しか見えていない状態となります。またこの時すでにクローンコピーした SSD に交換済みといった場合ですと、今この画面で表示されているディスク1の項目がディスク0として表示されているはずです。
そして E ドライブとなっているんですが、こちらが C ドライブという表記になっています。そしてその対象のディスクの右側にこの見割当領域があると思いますので、この見割当領域を C ドライブと結合していきます。なので対象のディスクの C ドライブの項目をクリックします。クリックすると背景が黄緑になるので、この状態になったら画面左側にいくつかパーティション処理というものがありまして、この中のパーティション結合をクリックします。次にこの選択した C ドライブに対して結合するパーティションを選択していくんですが、ここで見割当領域を選択していきます。なのでこのパーティションの項目の中にある見割当という項目、左側のチェックのところをクリックしてチェックを入れます。そしてこの状態で右下のはいのボタンをクリックします。こうすると今選択したドライブと見割当領域だったものが結合されて一つのドライブとしてこのように表示が変わりました。これではまだ処理が完了していませんので、この状態になったら左上にある適用のボタンをクリックします。続いて保留中の操作一覧と出まして、この画面の右下に続行のボタンがあるのでこちらをクリックします。そして最後に開始しますかの確認画面が出るのではいをクリックします。あとは処理が終わるまでしばらく待ちます。そして処理が完了するとおめでとう、操作は正常に完了しましたと出るので OK ボタンを押します。これで見割当領域を結合して一つのドライブとして認識させることができます。ディスクの管理の画面見ていただいても分かるように、先ほどまで見割当領域が右側にあった状態から一つのドライブ、そして 119.36GB と増えていることが分かります。同じく PC の画面見ていただいても分かるように、先ほどは両方とも約 60GB だったものから、今処理した方に関しては 119GB、 そして空き容量が 80.5GB に増えていることが分かります。これでパーティションの結合が完了となります。